はい、どうもアレグリアチャンネルのお時間がやってまいりました。今日はですね、またレイ君が登場しましたね。レイ君が今日は、ビーチサッカーの選手と1対1の対決ということですね。イーノ選手が来てくれてますね。ちょっと彼シャイボーイなんで一瞬映すぐらいにしてあげてください。ちょっとあの人です。で、まあ、彼のやっぱねいいとことして1対1のやっぱボールを奪うっていう守備をちょっとこれで見てもらえたなと思います。まあ、レイクもドリブル得意だよね。お、どうしたん急に。いつもドリブルするやん。得意、ドリブル得意な、スピードを生かしたドリブルが得意な選手なんでね、ちょっとハンデあったら勝てると思うんで頑張ってください。やるよ。はい。じゃあちょっとルール説明します。1対1やるんですけど、やっぱレイ君不利なんで3本勝負で、イーノ選手が1本でも決められたらもう負けです。で、全部決めないと負けです。なんで6本やるんですけど、6本全部勝たないとイーノ選手は負けになりますので、そのルールでやりたいと思います。レイ君は一発あると僕は思ってるんでね、期待していきましょう。じゃあ行きます。これですよ、この奪うプレー、足を出すっていうことですね。いや、これが勝負の世界ですから、やっぱ子供に現実の厳しさをね、その中でレイがどう止めるかっていうのを考えてね、プレッシーガンド。さあ、2本目もう敗れました。ぐいぐい攻めます。攻撃ででも勝ちたやろ。じゃあ、あと2本延長戦やる。あと2本いきます。レイ一発やるか。レイ最後乗ってきたレイ、乗ってきたレイと、じゃあ僕が一回だけ人を変えてやってみるといいかもしれない。やっぱサングラスこれ15キロあるからね。まあ、ちょっと怪
ちょっと負けたくないよ。そうなんです。止めるとね、ちょっと大人の足が出てくる。よし。大丈夫。取ればまだ延長があるから。暗示をかけよう。俺はロナウド。俺はロナウドだ。俺はロナウドなんだ。俺はネイマールなんだ。フリーマン。ディフェンスは？ディフェンスは？吉田誰？吉田前だ。ホグン一発大技いっちゃうよ。ストレッチよ。延長です。ひどいですね。まあ、サンターのターン使おうとしたんですけど。大丈夫ですか？僕とあのレイクは対等な勝負してる。得点チャンスです。お、いった。いけ。あそこはもう、手をこがな。水泳手をこいで、自分が前に入ったら。な、これな、平泳ぎする。ボールと体が一瞬前に行って。いけたら。ついたよレイクもう一本やりたい。いいね。もう一本やっちゃおう。前に出たら手を越えて体を前に出る。奪いに来るよリリアン・チラムさん。これはやばいよ。ひどいひどいひどい戦いになってきたよ。苦しみましたよ。ね、もう一杯やりましょう。じゃあラスト、シンプルにちょっと勝負します。シンプルにあの普通に決めますんで、今回は。いや、いい勝負でしたよ。疲れましたよ。じゃあ1対1。そう、僕がダメでしたね。ということでレイ君素晴らしい。やっぱやってるとね、楽しくなっていいプレーが出てくるんで、もう終わったらこんな感じになってますけどね。みんなも楽しんで1対1練習してください。遊びの中で上手くなりますね。
次はちょっとあのボレーシュート対決をしたいと思います。ボレーシュートバーティーゲームですね。じゃあぜひ次回見てください。レイ君なんか一言どうでした？強かったですか？はい、やっぱまだスピードがちょっとね下がる。でも惜しいプレーいっぱい。